ムルロア干渉ムルロア干渉は南太平洋にあるフランス領ポリネシアの島、干渉。トワモトゥ諸島の南部にあり、位置は南位21度50、成形138度55である。東北東から西南西方向に長さ2 4トル幅1 3トルの大きさを持つ。章の縁は東側では、島から約メートル、西側では、 約160メートルのところにある。干渉の北西側は低くなっており、そこに外海と小湖を結ぶ水路がある。外目と小湖を結ぶ水路における潮流はよく変化するが、通常は水路の方向に沿って1ノット未満である。大きな各種建造物が小湖の南及び南西側にある。高さ15から80メートルの塔やクレーン。 各種建造物が干渉内の各地で見られる。滑走路も北東部にある。レーダービーコンを兼ねる灯台が証拠の中央部にある。証拠への航路は、水深10メートル、幅100メートルで確保されており、V やビーコンで示されている。証拠内においては、水先案内による誘導が義務となっている。そのため、ムルロアに到着する船舶は、 干渉から 54km 以内に接近したとき、2716kHz で、地方自治体と更新し、到着予定時刻を知らせておく必要がある。水先案内人は、VHF の11チャンネルでコンタクトを取り、侵入部位の沖合で異常する。干渉内には、停泊箇所が何箇所かあり、水深 11m の不当などがある。証拠内の水深は、 平均37メートルであるが、珊瑚礁がパッチ状に分布し、航行には注意が必要である。なお、硝子頭部の水深は20から30メートルであり、水深の変化は少ない。硝子への侵入にあたっては、硝子中央部の灯台へ向かい方くらい96.5度で侵入する。ただし、硝子の口が北西方向にあるため、 北西からの風がある際は、証拠内の海面が荒れることがある。ムルロアへの侵入は、チェーンによって規制されることがある。チェーンは、地元のフランス軍当局の指示により動かされる。ムルロア干渉は、核実験場であったため、フランスの重要防護地帯に指定されている。この防護地帯の指定は、干渉全体であり、その境界は、水路口の両岸を結んだ線にある。 許可なき入域は禁止されている。ムルロア干渉は、近隣のファン型ウファ干渉と同じく、1966年から1996年まで、フランスの核実験場であった、約200回の大気圏内及び地下核実験が行われた。そのため、核廃絶を訴える団体による船舶の抗議行動がたびたび行われている。 大気圏内核実験を行っていた当時は、フランス太平洋地域原子力当局から実験の開始時間が公表され、船舶が立ち入らないよう警告が行われた。1971年6月29日に示された例では、船舶の立ち入り禁止の半径は120回り。九百七十年、ムルロア実験反対委員会は、南太平洋大学の教員、 学生自治会、キリスト教書協会のフィジー協会会議、フィジー YMCA などによって結成された。1975年、アトムは、フィジーやパプアニューギニアの労働組合、太平洋協会会議、環境団体、反植民地主義団体などと共に比較、太平洋会議を、スバで開いた。この団体は、フランスの各実験反対をはじめとして、 太平洋の比較化を訴え進めることや、南太平洋の各種団体が一堂に会するという画期的な組織である。また、比較太平洋条約総案を発表している。2013年に機密解除された各実験関連文書によれば、1974年に行われた各実験3ールだけでも、当時のフランス領ポリネシアのほぼ全人口に、 相当する約11万人が汚染されていたとことが推定されている。ありがとうございます。